あなたにも聞いてほしい牧師の名言。教会からも学校からも離れて生活していたんですけれども、自分がね、こう教会に行ってなくても忘れられてるだろうと、ちょっとしたきっかけで教会の主要会っていうのがあって、で恐る恐るドアを開けて、はい、僕に気づいた教会のおばちゃんたちが走り寄ってきて、はい、何だろうと思ったら、はい、みんな泣いてて、陽一郎くん本当によかったよかったって、泣いてね、こう手握って喜んでくれた。立ち直れるようにとか、教会に戻ってこれるように、本当その言葉がね、嘘じゃないっていう、皆さんの様子がすごく伝わってきて、泣いて鼻水とかも出てるんだけど、十何歳かなと、自分の目にはおばちゃんたちの向こうにイエス様がね見えるような、そんな感じがしたんですよね。